皆さんこんにちは。自然とともにある暮らし、ライブウィズネイチャーの水野さとみです。今回からこちら新しく今年の春からお借りすることになった休耕田、もともと田んぼだったところを開墾していく様子を動画に収めていきます。今回のように畑ではなかったところを自然栽培、無農薬無化学肥料無除草剤の畑に開墾していく上でいろいろやらなければいけないことがあります。私と同じように今後そういう開墾を控えている方の参考になれば幸いです。まずはですね、この畑になる場所の土質ですとか、あとは水はけ、あとは生えている植物の種類などをチェックしていきます。ついでにですね、ここを私の足を使ってですね採寸していくこともやっていきたいと思います。それでは行きましょう。がおよそ20メートルですね。ここの一番端っこが、横が約56メートルですね。ただここちょっと正方形ではないので、ちょっとそこもねチェックしていきます。雨が昨日の夜も降っていたんですけども、この辺りはこう足をね踏み込んでみても全然水が溜まってるような気配もありません。そして生えている草もですね、休耕田、田んぼだったのに畑に生えているような草ばかりが生えています。ということは水生植物ではない草が多いということは、もうここは田んぼと言ってもいいような畑の土質です。土もですね、ちょっと砂気があるけど、こうやって握って団子になってすぐにパラパラってなる土はとても自然栽培ではいい土と言われてるんですが、すごくいい場所です。植物の種類も単体だけではなくていろんな植物が生えているので、もう除草剤もずっと使われてないようなとてもいい環境ですね。横50メートルのうち40メートルから先の約16メートルがだんだんこう狭まっていって、面積が小さくなっているのでこちらも採寸しました。で、一番端っこは18メートルでこうなだらかにこう戻っていくような感じなので、この後ですね、ここの畑の見取り図を書いていきたいと思います。だいたいちょっと奥10メートル弱がこのようにちょっと低くなっているのか水はけが悪い場所になってますね。もともと田んぼだったところのもあるんですけどね、昨日の夜雨が少しだけ降った状態でこんな感じの水はけです。田んぼだったとこなのでこのように水口がありますね、ここにね。で水路があって、こんな感じです。ちょっとここを下見しまして、この水はけ悪い約10メートルは水を好む作物を育てようと思います。例えば生姜ですとか里芋ですね。上手にねこの水が水気を含む土地を活用していくっていうプランで動いていきます。ただね、水はけ悪いのも問題なので、ここは開墾した時にですね、この水を下低い方に流すような水路を作っていく必要があります。皆さんも開墾するときこのように休耕田ですとか荒れたね場所見ていただいて、水はけ悪い場合はちゃんと水がこう抜けるような通り道、水路を作っていく必要がありますので覚えておいてください。この後、別の動画でここを開墾して水路を作る方法もですね、このチャンネルでご紹介していこうと思っています。これはまた後日ご紹介します。こんな感じの水はけですね。この辺りが水がちょっと溜まってますね。
しくね。そのご縁があってゆかりがあってそこを使うことになった畑田んぼに必ず私はこのようにご挨拶をしてます。でここの大地を感じてみます。前回の動画でもアップしました、あの野草の先生の山下さんのお話の中にもありましたけども、こうここのエネルギーを感じるっていうのすごく大事です。大地と対話をすると見えてこなかったその大地が何をしてほしいのかっていうのが分かったりするようになります。これはあの誰でも持っている能力ですね。うん、こう大地からのこう温度とかぬくもりが感じられます。こう冷えてる土地よりも暖かい土地の方が自然栽培はすごく良いです。こう五感だけじゃなくもう第六感も使ってその土地とつながって感じてあげるっていう作業をなるべくこまめに入れてあげると、気づかなかった大地の声に気づけてその土地にとってより良い形に開墾していくことができます。すごくいい場所です、ここ本当に。この後はですね、今採寸したデータをもとにですね、ここの見取り図を書いていって、何をここに植えたらいいのかという作物の計画を立てていきます。これが今採寸した新しい畑になる場所の見取り図ですね。でこっちがこういう感じかな。南がこの太陽の方でこっちが北ですね。この南側がどっちかっていうのも大事なポイントになるので、見取り図にこのようにどっちが北でどっちが南かも記載しておくようにしてください。でこの辺りが水はけが悪い場所ですね。水はけ悪い場所、こちらから太陽がこう当たってくるわけなんですけども、この畑の右側に背丈が高くなる作物オクラなど植えてしまうと、他の作物がそのオクラで日陰になってしまって日照不足で作物が不良を起こしてしまうってことがあるので、こういう時はですね、こちら側に背丈の低い作物を作ってあげて、北側に向かう場所には背丈の高いものを植えるというように計画を立てていきます。あとこの水はけ悪い場所を考慮して、ここにはその水を好む作物も植えていこうと思っています。作付け計画が完了しました。最後に皆様にお知らせです。私の農園のとかぜファームでは、のとの旬おまかせ野菜セット定期便という、基本的にはその日採れたてのお野菜や山菜をその日中に全国の皆様にお届けをする野菜宅配サービスを提供しております。大体の主要エリアの方々には翌日の午前中にはこの新鮮なセットが届くような形です。今体に良いと評判のファイトケミカルが豊富な採れたての自然栽培自然農法のお野菜山菜をとって、体の内側から美しく健康になりませんか。のとの旬おまかせ野菜セット定期便の詳細は概要欄にのとかぜファームのホームページの URL を記載しておきます。そこからチェックできますので、ぜひご興味ある方はチェックをよろしくお願いいたします。おかげさまでほぼもう完売間近となっております。数セットだけあとは空きがある状態ですので、ご興味ある方はお早めにチェックをよろしくお願いいたします。
それでは本日も最後まで動画をご視聴してくださりまして誠にありがとうございました。また開墾の様子など続編としてこのチャンネルでご紹介していきたいと思っておりますので、畑の開墾していくっていう方はぜひ続編も楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。